Monday morning, the moods are soaring. Look at the view from Daylight Avenue. ちょっとだけ自然に、ちょっとだけ贅沢に時間を使いたい日曜日、いかがお過ごしですか？ Daylight Avenue、三浦理恵子です。早いもので、今日は11月の5日です。今年ももう2ヶ月を切ってしまいました。あっという間ですね。そう、もうね、年賀はがき、来年の年賀はがきがね、発売されているそうなんですけれども、そう、私いつもね、毎年必ず絶対にはがきを書こう、今年こそははがきを書こうと思いつつ達成できず、手元に毎年毎年何百枚もはがきだけが残り、終わっていくんですけれども、皆さん何かね、年の頭になんか計画立てたことってありませんか？私はですね、小さい目標をいつも毎年立てるんですけれども、今年はゴルフコースデビューを必ずするという目標をね、まず一つ立てたんですけども、それは達成しました。でもあと2つ何を立てたのかも忘れたぐらい達成してない、そんな感じなんですけれどもね、まあ、あと2ヶ月弱あるので、今年のうちにできることはやっておきましょう。私も頑張ります。それではデイライトアベニュー、今日も最後までお付き合いください。負けないでやるしかないでしょ、曲名軽快に行きましょう。三浦理恵子でカールツビーアンビシャス。
morning. Hello, hello, hello. Who can we meet? Daylight Avenue, FM Fuji.